すいません、ただいまご紹介いただきました北電総合設計の藤田と申します。今回ですね、製造業における省エネ脱炭素化のポイントということで、30分お時間いただいておりますので、ご発表させていただきます。すみません、はじめにの前にですね、当社ですね、北電と、ついてるのからですね、お分かりいただくかもしれないんですけども、北海道電力のグループ会社といたしまして、私の所属しているエネルギー部はですね、エネルギー関係の、コンサルとかですね、そういったことをやってるような部署になっております。まず最初にちょっと会社の紹介を入れてなかったので簡単にご説明させていただきます。ちょっとですね、お題目として省エネ脱炭素化のポイントということで、初めにですね、省エネって何だろうっていうですね、ちょっと最初にですね、何ページかにわたって基本的なことをちょっと、ご説明というかですね、おさらいさせていただければなと思いますので、ちょっとそんなこと知ってるよっていうところがちょっと含まれるかと思うんですけども、ちょっとご説明を最初にさせていただければなというふうに思っております。スライドにちょっと出てますけれども、そもそもですね、省エネって何だったっけというところをですね、ちょっとおさらいしておくとですね、石炭とか石油とか天然ガスとかですね、こういうものって限りがあるエネルギーと資源と言われておりますので、大事に使いましょうと、エネルギーを効率よく使いましょうということを省エネと言います。これは資源エネルギー庁さんのホームページにですね、こういうふうに書いてあるというところです。でこれよくですね、こちらの絵ですね、もう大昔からですね、教科書とかにも載ってるような世界のエネルギー資源確認埋蔵量ってやつで、これ最近の2019年度、ごめんなさい、もうちょっと新しいのかもしれないんですけど、今回ちょっと用意させていただいたのは2019年末というところなんですけど、天然ガスとか石油はですね、一応50年と言われている。で石炭については132年で、ウランは115年だというふうに言われておりますけれども、これ毎年毎年ですね、多分新しい技術とかですね、新しいその油田とかですね、なんかいろんなものが発見されてる関係上、なんかずっと50年とか言われているような気もするんですけど、一応その限りがあるということはを示したものになっております。で省エネルギーの意義って何でしょうというところを考えたときにですね、ちょっとご家庭と企業ではっていうちょっと2個載せておりますけど、家庭でもですね、最近ちょっとガスも電気も高いという、ところでですね、省エネするとですね、光熱費減ります。その分お金減りますので、そのお金でですね、美味しいもの食べましょうとかですね、有効活用ができると。企業でもですね、全く同じことが言えまして、光熱費下がるとですね、生産コストが下がると。で同じ例えば100トンのものを作るのに100万かかってたのが80万でできると、20万円分は企業利益になるというところなので、そういった意味でも省エネをしていきましょうということをこちらに書いております。で今回お題目として脱炭素化というところもございまして、これもですね、もう最近ニュースとかでよくやってるんで皆さんご存知かと思いますけど、当時のですね、菅総理がですね、2020年の10月に2050年までに我が国でもカーボンニュートラルを目指すことを宣言しております。でカーボンニュートラルとかですね、脱炭素とかってですね、最近よく聞く話なんですけど、カーボンニュートラルっていう言葉はですね、温室効果ガスの排出量と、吸出量を均衡させて実質ゼロにしましょうと、出した分吸収するんでプラスマイナスゼロというところをカーボンニュートラルというふうにしております。これイメージで環境省のですね脱炭素ポータルというところにこの円載ってるんですけど、もともとですね、エネルギー使ったりトラック走らせたりしてどうしても CO2 は出てしまうと。これはですね、どうしても出てしまう分はしょうがないですけど、2050年までですね、まず CO2 の排出量を減らしましょうとっていうところです。これがこのですね、この斜めの部分に相当するんですけど、そもそも省エネしましょうと、省エネして脱炭素を図りましょうと。その上で、森林とかですね、海面から CO2 を吸収して実質ゼロにするってことなので、排出量を削減するということも、吸収することも両方大事というところになっております。でちょっとですね、この、脱炭素とかですね、省エネルギーっていうところと密接に関わってくるのが温暖化問題と、地球温暖化問題ということで、今年札幌もですね、皆さん、札幌というか北海道もですね、皆さんご存知の通り非常に暑かったというところで、地球温暖化がどれくらい影響しているかっていうのはちょっとわからないんですけど、ですね、この二酸化炭素ですね、がたくさん出ていることによって、地球温暖化の原因になっているというふうに言われております。
でこちらですね、出典としては息子がガスインベントリーを元に作成と書いてますけども、これも2019年でちょっと恐縮で、多分探せばもうちょっと新しいものがあると思うんですけど日本のですね、温室効果ガスって大体12億トンくらい出ていると。でそのうちですね、エネルギー起源の CO2 というのがですね、こちらに下の方に書いてますけど、まあ、大体 85% くらいエネルギー起源の CO2 で占められているということなので、まあ、エネルギー起源の CO2 が多いということはエネルギーをなるべく減らしましょうと。そうすると CO2 も減るし温暖化の緩和にもつながると、まあ、ちょっとだいぶ何なのか飛ばしてますけど、まあ、一応そういうことが言えるのではないかなというふうに思います。でまたちょっとですね、切り口を変えさせていただいて、そのですね、最近ですね、各企業さんですね、取引先にもですね、脱炭素化の取り組みを、報告しなさいと、ちゃんと進めなさいというような取り組みが広がっておりまして、こちらですね、ジェトロさんのホームページに載ってるんですけど例えばですね、海外企業も多いんですけど、日本の企業だとですね、トヨタとかですね、ホンダにおいても、主要な製品メーカーに対して、毎年 4% ずつ CO2 減らせというようなお話をしているというようなことが、こちらにまとめられておりますけれども、各社さんですね、下請けといいますか、製造しているような会社さんにもですね、部品作っているような会社さんとかにも脱炭素をちゃんとやりなさいというような話がどんどん出てきてまして、脱炭素化にですね、この取り組みが遅れてしまうと、こういうところから取引がなくなってしまうというようなリスクも、今後は出てくるのかなというふうに考えております。ただとは言ってもですね、なかなか省エネとか脱炭素とかって言われてもですね、じゃあうちの事業所でどうやってやればいいのかっていうのは、やっぱなかなか難しい話だと思いますので、それでですね、今回講師として各社さん来られていまして、当社でも実施してますけども、その省エネとかですね、脱炭素化を検討する上で、その診断ということをやりましょうという、流れがあって、国とかですね、札幌市さんも、それに対して補助を出しているというところで、皆さんまずは診断を受けて自分の事業所がどうなっているのか知りましょうというところからまずスタートするのが大事かなというふうに思っておりまして、こちらちょっと一例となっておりまして、ちょっとそのやり方はですね、いろいろあるんですけれども、当社でですね、省エネとかその脱炭素の診断とかですね、検討をやらせていただくときに、大体こういう流れでやりますよという流れになっております。ちょっと詳しくはこの後のスライドに出てくるんですけども、大まかな流れとしてはエネルギーの消費量の分析をしましょうと、要するに今どれくらい使っているか、何をどれくらい使っているかというのをですね、設備ごとに把握して、それを結果を踏まえた上でどこを省エネすればいいのかというところを検討して、あとどういうふうにそれを入れましょうかということをご提案するというような流れで進めております。でまず最初にですね、エネルギー消費量の実績把握というところで、事業所で使っているエネルギーは何だというところとかですね、毎月どれくらい使っているかっていうのですね、おそらくその帳簿とかあると思いますので、皆さんも把握されているとは思うんですけども、結構ありがちなのがですね、金額で、例えば電気で100万使ってますとか、油で200万使ってますとかっていう、金額でよく把握されている方っていうのは結構いらっしゃるんですけども、エネルギーの経営の観点からですね、金額の方が多分大事だと思うんですけども、省エネという観点でいくとですね、金額も大事だけど、量を把握すると。でそれがですね、今年は去年より減ったのか増えたのかとかですね、何も特に設備増やしてないのに電気がなんか増えてるなとかっていうことも、金額はですね、電気の単価も何でもそうなんですけど、単価が変わってしまうとですね、金額使ってる量が同じでも金額が多くなってしまうということもありますので、まず量を把握しましょうというところです。で製造業の方はですね、これ一番大事だと思うんですけど、エネルギー収量に関連する数値も把握すると、一番下に書いてますけども、例えばその製造量ですね、これを何トン作ったと、その何トン作るかによって、その油とか電気の使用量って大きく変わってくると思いますので、これ分析するときにちょっと専門的な言い方をすると、原単位を把握しましょうとよく言います。これを1トン作るのに、エネルギーをどれくらい使っているのかというところを知るというのが、省エネのまずこう第一歩かなというふうに思います。はい。そういう分析からスタートしましょうというところです。でそれをですね、把握整理した上で、もう少し掘り下げて、今度はですね、自分の事業所のですね、中にこうちょっと、目を向けていただくと、事業所の中にあるですね、エネルギー消費設備って何でしょうかということですとか、
古くて効率の悪い機械ってなんかないかなとかですね、まあ、新しく入れたんだけどその設備ってちゃんと期待通りに動いてるんですかとかですね、まあ、こういったですね、まあ、設備のですね、把握というのも大事になってきます。まあ、製造機械以外でいうと、まあ、建物の使用のエネルギーって暖房、冷房、給湯、照明、まあ、あとコンセントという、まあ、大きく分けると大体このくらいになるんですけども、まあ、これをですね、分類前に、まあ、整理できれば整理してですね、うちの事業所は一体どの設備でどれくらいエネルギーを使っているんでしょうかというところを把握しましょうというのがこのステップになっております。で次にですね、まあ、それを踏まえた上でですね、まあ、これでもううちの事業所のですね、概要は分かったと、エネルギーの使用量もがっちり把握したし、どこで何使ってるかもよく分かったとなって初めてですね、省エネ設備の検討ということで、どの設備を更新すると効率よく省エネ CO2 削減を図ることかを検討していきます。まあ、基本的にはですね、古くて効率が悪い機械から変えていくと効率が良くなって省エネ化が図れるというので、まあ、なるべくその大きいところから狙っていくということで検討してまいります。でその、結果ですね、まあ、この設備を入れ替えたら例えば省エネ効果で電気がこれくらい減りますとか油がこれくらい減りますとかって出てきますので、まあ、それを踏まえた上でですね、まあ、費用対効果を出すと、まあ、これ一番大事なところかなと思いまして、まあ、要するに投資金額に対して削減した金額が分かるとですね、じゃあ投資回収は何年でできるのかという数値ができますので、まあ、そういう短いものから順に実施していってはいかがでしょうかという形でご提案することが多いです。で5番としては、じゃあ、まあ、これにいくらかかるのかは分かったというところなんですけど、最近ですね、特にこの省エネ脱炭素系はですね、まあ、今回札幌市さんが後ほど多分ご紹介があると思うんですけど、じゃあそういう設備に入れ替えるときにですね、補助金が出るということが往々にしてよくあります、最近。ですので、まあ、単純に自分のお金でやるというのも、まあ、もちろんいいんですけれども、まあ、補助金使えるものは使って、より効率的に入れていきましょうということで、まあ、これやるとですね、費用対効果が上がって、より踏み切りやすくなるのかなというふうになっておりますので、当社で診断をやるとですね、例えば、まあ、エアコン変えましょうとかってなると、それだったらこの補助金使えますよみたいなご案内もさせていただいているというところです。でちょっとですね、ここからはですね、ちょっと若干まあ、話が変わるというかですね、ちょっと切り口が変わってですね、省エネという観点と脱炭素っていう観点って、まあ、ほぼ一緒なんですけど、それに限らないと、脱炭素化とかですね、まあ、あとそのさっき出てきた温暖化もですね、まあ、省エネとか以外にですね、まあ、フロンを減らしましょうという動きもございます。これちょっと後ほど多分北川さんが多分お説明とかあると思うんですけど、詳しく説明があると思うんですけど、例えば今 AGU のボイラー使ってるとですね、ものからですね、都市ガスのボイラーへ変えましょうとなるとですね、まあ、仮に全く使っているエネルギー量が一緒でもですね、都市ガスの方がいわゆるこう CO2 を出す量が少ないということですので、まあ、省エネ効果っていうのはですね、ボイラーを単純に変えたり、バーナーを単純に変えたりするというだけなので、まあ、省エネ効果が大きいかというと、そこまで大きくはないんですけども、まあ、CO2 削減効果は非常に大きいということで、まあ、どうせボイラー変えるんだったら、じゃあ都市ガスにしてみようかというのも、こう脱炭素につながるというような切り口もございますし、まあ、脱フロンという、目線でいくとですね、まあ、普通のですね、まあ、いわゆる冷凍機とかですね、物を冷やすものっていうのですね、まあ、ごめんなさい、これ例として R32 冷媒って書いてますけど、いわゆるこうフロンと言われる冷媒からですね、まあ、自然冷媒という、まあ、CO2 の冷媒にするとですね、まあ、このフロンっていうのは CO2 の何百倍とか何千倍もこう、地球温暖化に対する係数が高いので、まあ、こういったところで脱フロンを測っていくと、まあ、結局最終的に温暖化の防止につながるというところなんですけども、まあ、これらはですね、省エネ効果というよりも脱炭素とか脱フロンの目線という視線でこういうのもまあいいんじゃないかなということでご提案させていただくこともございます。でここからがですね、またちょっと小ネタ的な話になってきちゃいますけど、この省エネ診断をしているとですね、往々にしてよくあるのがですね、まあ、従業員の方に何かこう不満はないですかということをよく聞くとですね、例えばこう作業所が暑すぎるとかですね、寒すぎるとかっていうようなお話とかですね、まあ、例えばその冷凍庫のこの扉すごい閉まりにくいんだけどどうなってんだとかってですね、そういうお話を結構聞くことがあってまあこういうお話って結構省エネのネタにつながりやすいということですので、
今までお話しさせていただいた話っていうのはどっちかというとその、まあ、設備を変えましょうとかですね、お金のたくさんかかる話ばっかりで、なかなかお金をかけてですねやるのは難しいというような方でもですね、まあ、こういう運用改善というところからですねとかですね、まあ、そんなにお金かからないでも修繕、小さい修繕とかそういったことでも省エネが可能となっておりますので、当社にて診断を行わせていただくときは、まあ、設備投資と合わせてこういう運用改善的な目線でもちょっと提案させていただいているというようなことをやっております。でここからがですねちょっと導入事例ということで、まあ、これちょっとごめんなさい、省エネ設備導入事例と書いてあるんですけど、まあ、診断の事例ということでちょっと置き換えてちょっとお読み取りいただければと思いますけれども、当社の方で以前にですね、診断させていただいたお客様でこちらの例でですと、食品製造業で、まあ、生産加工なんかをやってる会社さんのちょっと省エネ診断と設備導入の事例ということでご紹介させていただきます。で主な設備としては、まあ、冷凍機とかですね、冷凍冷蔵庫とボイラーということで、まあ、生産加工会社さんの取った魚をですね冷やしたりですね、まあ、冷凍庫の中に入れておいて保存するということで、まあ、大体冷凍機と冷蔵庫というのは大体あると、まあ、その他にまあ、お湯使うんでボイラーも大体あるというようなお客様になっておりまして、こちらのお客様ですので、主な提案事項内容として、まあ、3つ挙げさせていただいてまして、まあ、提案事項自体は10個とか多分それがあったはずなんですけど、まあ、ちょっと主なものだけちょっとピックアップすると、冷凍機買えませんかというところと、いけすの断熱の強化というところと、ポンプの浮遊時の停止というこの、まあ、の3つを提案させていただいております。まあ、冷凍機の更新に関してはですね、まあ、単純にちょっと古いですね、冷凍機から新しい冷凍機へ変えましょうということです。ただですね、この古い冷凍機というのがいわゆる水冷式と言われる水で冷やすタイプだったんですけど、まあ、これをですね、そういう水を使ったものからですね、空冷式に変えましょうというご提案をさせていただきまして、まあ、ちょっとで使用電力量をちょっと丸めてるんですけど、まあ、10万キロワットアワーパー年くらい、電気が減るという試算をさせていただいておりまして、この当時はですね、まあ、削減金額200万円くらいというような試算をさせていただいております。今はですね、多分電気がもっと高いので、これ のプラス何割増しか、まあ、削減効果があるというような形です。まあ、これのイメージとしまして、もともとですね、水冷式というやつは、まあ、これ冷凍機に限らずですね、エアコンとかでも水冷式ってあるんですけど、まあ、冷却筒と呼ばれるです、ね、室外機とこの冷凍機の間をですね、水をぐるぐる循環させると、水をぐるぐる循環させるんでポンプも必要になってきますし、まあ、ちょっと水の始末とかですね、電気に耐えたりするので非常に電気の使用量が多いということです。まあ、そういったものをですね、一切なくしてしまって、空冷式だとこの冷却筒とかポンプいらなくなって、まあ、電気が減ると、でそもそも機器効率自体も新しいので、使用費が高いということで、まあ、電気が減るということです。まあ、一応補足としてですね、じゃあ水冷式から空冷式に変えれば何でも省エネになるかというと、まあ、一概にそうも言えなくてですね、まあ、基本的には水冷式の方が効き効率が高いことが多いと言われておりますので、まあ、これはちょっとその実際についているですね、ものを見てみないとちょっと何とも言えないんですけど、ここのお客さんの場合は、まあ、水冷式から空冷式に変えると省エネになったという事例でございます。でごめんなさい、最初にですね、いけすって書いてたんですけど、これ水槽ってちょっと直しちゃってますけど、水槽のですね、まあ、水面ということで、まあ、生産加工業ですので、まあ、お魚さんとかをですね、泳がすとく水槽とか生けすっていうのがありまして、まあ、そのままですね、真水とかですね、で真水というかですね、海水をそのまま使って、まあ、泳がしておくとですね、温度が上がって、魚死んじゃったりするので、まあ、ある程度こう温度を保っておかなきゃいけないというような施設だったんですけれども、そうするとですね、水面からですね、どん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 こう熱が逃げてしまうということが判明したというかですね、現状の結果が分かりましたので、これでちょっともったいないよねという話になりまして、水面の全部じゃないんですけど、一部にですね、保温するためにシートをかぶせようということをやると、まあ、熱ロスが抑えられて、結果ですね、その海水を冷やしている、冷凍機 の電気が減るということで、まあ、これ試算量はですね、さっきの冷凍機の更新より少なくて1万5000キロワットなんですけど、まあ、シートをですね、買ってきて、まあ、かぶせるだけで年間30万円くらい電気が動くということですので、まあ、これもさっき言ったその大きな、投資というよりかは、まあ、小さな投資で省エネを行っていきましょうというような例の一つかなというふうに思っております。これちょっとイメージになってまして、まあ、例えばこういうですね、ちょっとごめんなさい、ちょっと絵が簡易でちょっと申し訳ないんですけど、こういうですね、まあ、これちょっと
水槽でこういう水が入っているとですね、この水面からですね、蒸発したりですね、熱伝達して熱をすると。まあ、温泉なんかでも結構これやってたりして、まあ、温泉って40度とかあるものが、どん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 こう外に熱が逃げているということなんですけど、まあ、これの場合は、今回の場合はこれの逆で、まあ、冷たい水の熱がどんどんぬるくなっていっちゃうよというような話です。でこれにですね、こういうふうにですね、水面にですね、シートをビッとかけると、水面の面積減りますので、蒸発する面積減りますし、熱伝達も減るので、ロスが減りますよというようなことになっております。であと、このポンプの浮遊時の停止ということで、まあ、さっき言ってたこの水槽にですね、まあ、ずっと基本的に海水を供給してたんですけど、まあ、それずっといりますかって聞くとですね、まあ、一時的に止める分にはそんなに支障がないというような話もあったので、ちょっとですね、一部じゃあポンプ止めてみませんかというご提案をさせていただいて、こういうことをやったということなので、これに関してはもう単純にポンプを止めるだけというところなので、本当にほぼお金はかからずに電気がちょっと減ると、まあ、そんなにたくさん減るわけじゃないんですけど、まあ、年にすると80万円も減るということなので、まあ、結構大きな効果があるのかなというような、結果になっております。事例のその2番として、ちょっとですね、まあ、さっきの製造業の話だったんですけど、今回ちょっと次はですね、印刷業さんの話をちょっとさせていただきたいなというふうに思います。印刷業、こちらのですね、診断させていただいた印刷業さんは、まあ、主要な設備としては当然印刷機がありますよというところなんですけど、それ以外にですね、その、まあ、印刷機置いてあるその工場の中のエアコンというところと、まあ、コンプレッサーがあるというところです。まあ、これはその印刷物の製造用に使うコンプレッサーというものがあるというところで、まあ、主な提案内容としては、空調のエアコンを変えましょうませんかというところと、排熱利用による暖房補助ということで、まあ、これちょっと主な2つとして提案してやっているというところです。でこちらですね、空調エアコンの更新ということで、ちょっとあまりイメージが湧かないかもしれないんですけども、まあ、古いエアコンの中にはですね、まあ、電気だけじゃなくて、寒い時にですね、灯油も使うというようなエアコンございます。今から20年くらい前に結構一時期流行って結構いろんなところに入ってるんですけど、その灯油を使うですね、エアコンから最新の、まあ、灯油を使わない電気だけのエアコンに変えるということで省エネを図ると。まあ、その結果ですね、まあ、灯油は使ってた分7000リットル、そのまま丸々減って、さらにこうエアコンそのものの電気もですね、効率が良くなって電気も減るというところで、まあ、削減金額として当時150万円くらい減ったというような試算となっております。これもちょっとですね、これ先ほどの説明だけだとイメージがわからないと思うんですけど、まあ、いわゆるこれ、さっき言ったようなカスタムヒーターとかですね、いろいろ名前で売り出されてたもので、冷房時はですね、普通のエアコンと一緒で、電気で冷房するという仕組みなんですけど、暖房時ですね、ちょっと昔のエアコンってその電気だけだとなかなか暖房できなかったので、灯油を炊いてですね、ちょっと灯油の熱を使って暖房も併用して暖房するというような仕組みのものがございました。こちらを、まあ、先ほどの電気だけのエアコンに変えて冷房を炊くというようなイメージ。排熱利用による暖房補助ということで、ちょっとですね、まあ、工場さんでよくありがちなのが、まあ、製造機械とかですね、まあ、熱がですね、こう、なんていうんですかね、この建物の上の方にこう溜まってすごい熱いというようなことが、まあ、往々にしてよくあるというところで、まあ、屋根面にですね、窓がついていて、まあ、それを逃がすようになっている工場さんとかもあるんですけど、まあ、これって実際、まあ、その熱もったいないよねというようなことで、まあ、その熱をですね、事務所の中にちょっと一部戻してあげて、暖房の補助に利用してあげてみてはどうでしょうかというようなご提案になっております。これただですね、工場の中 の空気をですね、あんまり引っ張りすぎても今度工場の中が寒くなっちゃうので、まあ、ちょっと室温を計測して、まあ、これぐらいだったらいけるんじゃないでしょうかという形で、提案しております。これちょっと効果としてはそんなに大きくないんですけども、こういう目線を持っててですね、やるってということで、まあ、これイメージ図として、電気と、まあ、これちょっとごめんなさい、灯油が抜けてるんですけど、まあ、電気と灯油のエアコンで工場のところを暖房してたんですけど、まあ、この熱がですね、こう、工場の上に溜まるというところなので、まあ、その熱をですね、ファンをつけて、まあ、事務所の中に送ってあげましょうというところです。まあ、これちょっと注意しなきゃいけないのは、これ、このお客さんの場合は大丈夫だったんですけど、
工場の中でですね、有機溶剤とか使っている場合はですね、これちょっとそのまま使うとですね、ちょっと大変なことになってしまいますので、まあ、その場合はちょっとその間接的に使うとはですね、ちょっと配慮がいるんですけど、まあ、そういった注意点はあるにしても、まあ、そういう目線でちょっと省エネを図るといいんではないかなという事例となっております。で最後になりますけれども、これ J クレジット制度についてというところで、こうちょっとまた目線がちょっと変わるんですけども、これ何ですかというところをですね、ご説明させていただきますと、まあ、今回ですね、のようにですね、省エネ設備とか再エネ設備とか入れてですね、CO2 が減るということになるんですけども、まあ、その減った CO2 をですね、まあ、クレジットという名目で売買しましょうというような制度になっておりまして、ちょっとこれ J クレジット制度のホームページからそのまま引っ張ってきてるんですけど、まあ、中小企業に省エネと低炭素の投資を促進してクレジットの活用によって国内での資金循環を促すということで環境と経済の両立を目指すという制度になっておりまして、ちょっと CM な感じになってしまうんですけど、当社でですね、北海道経済産業局様からの委託事業で、まあ、この制度のですね、活動用とか登録について支援をさせていただいております。ですね、これイメージとしてこれその G クレのホームページのパンフレットにあるパンフレットからの抜粋なんですけど、私ちょっと重複してしまうんですけど、って見にくいかもしれないんですけど、省エネ設備を例えば導入してCO2 クレジットを作る人っていう方、まあ、これは要するに事業者様になるんですけれども、まあ、そのですね、CO2 を J クレジットとして、まあ、J クレジットを買う人に売ると1トンいくらとかっていう形で売ってですね、こう資金をじゅんぐりさせましょうと。これじゃあどういう人が買うんでしょうかと、この J クレジットをそんなに買う人いるのかいという話になるかと思うんですけども、この活用方法がですね、下の方に出ておりまして、まあ、ちょっとなかなか難しいこといろいろ書いてあるんですけど、まあ、有名なものですと、まあ、この RE100 の目標達成に使うとかですね、省エネ法とか温帯法 の報告に使いますよとか、まあ、あとその、カーボンオフセット、まあ、イベントなんかをやったときに、イベントで例えば10トン CO2 出すんで、それをですね、オフセットして、このイベントは CO2 を出していないイベントですよとかっていうふうな PR をするというようなことに使うと。まあ、こういうふうに、これが制度のイメージ図になっておりまして、まあ、これ基本的にちょっといろいろ使用する、この制度を利用するのにですね、要件があって、まあ、100トン CO2 削減しなきゃ支援が受けられませんとかですね、いろいろあるんですけれども、いろいろですね、こういう省エネ設備を入れた場合にですね、この制度を利活用して、さらにこうちょっとその脱炭素化を図りやすくなるというようなメリットがございますので、まあ、ご興味のある方は、北電総合設計のこちらの電話番号とかですね、メールとかですね、もちろん私に直接メールとか電話いただいても構いませんけれども、まあ、そういった形でお問い合わせいただければ、より詳しくですね、説明させていただきます。これ、省エネ投資以外にもですね、まあ、省エネ設備以外にも、まあ、その太陽光の導入とかですね、まあ、そういったことでも使えるというような制度になっております。ちょっとですね、まあ、ちょっといろいろちょっと多岐にわたってご説明させていただきましたけれども、私の説明は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。